第三代バーリントン伯爵リチャード・ボイルは、イギリスの貴族、政治家、ガーター勲章勲爵士、数ツ顧問官、建築家である。第二代バーリントン伯爵チャールズ・ボイルと、ジュリアナ・ノエルの子として、ヨークシャーで生まれた。バーリントンは、数ツ顧問官、イギリス貴族院及び、アイルランド貴族院議員としての地位があったにも、かかわらず、政治に関してはあまり興味を示さず、 芸術のアポロン、建築家伯爵と呼ばれた。バーリントンは、イギリスとアイルランドに、パラディオ様式建築を持ち込んだことで有名であり、彼の主要な作品に、バーリントンハウス、ウェストミンスタースクール、チジックハウス、ノースウィックパーク等がある。ボイルの法則で知られるロバート・ボイルは曽祖,祖父の、初代バーリントン伯爵、リチャード・ボイルの弟である。バーリントンは、 ヨークシャーの裕福なアングロアイリッシュの貴族の家系に生まれた。建築家伯爵として知られており、イギリス・アイルランド両王国でパラディオ様式建築の復興に尽力した。彼は1704年2月9歳の時に父の死に伴って、シャクイとヨークシャー及びアイルランドの広大な不動産を受け継いだ。1715年に成人するまでの間、バーリントンのイギリス、 アイルランドの土地と政治的権限は彼に代わって、彼の母親で後見人であるジュリアナミ防人が管理した。バーリントンは幼児期から音楽を好み、ヘンデルはバーリントンハウスに滞在中彼に、タセオ、ガウラのアマティージの2曲のオペラを捧げた。ホーキンスによると、フランチェスコバルサンティは、リコーダーのための6つのソナタオーパス、1を捧げた。 1714年から1719年に行った3回の海外へのグランドツアーと1726年のパリ旅行はバーリントンの趣向を開発する契機となった。彼の建築家としての専門的技術はイギリス貴族の中で突出したものであった。彼は1719年のベネトへの旅行中、アンドレア、パラーディオ、アンドレアパラーディオ、 1508年から1580年、イタリアの建築家の建築4章を傾向し、余白部分に細かな書き込みをした。彼はまた1719年には、当時ステージでのオペラを制作する団体であった、王立音楽院の主要メンバーの一人であった。幼少期のリチャード・ボイルと妹のジェーン、1700年バーリントンは、古代ローマ遺跡を詳細に検証したり、 あるいは詳細な図面を描くことはせずに古典的伝統の通訳としてのパルラーディオとスカモッチに頼っていた。彼の発想の別の源泉は収集した図面やパルラーディオ自身が描いた図面であった。それらの図面はイニゴー・ジョーンズとイニゴーの弟子のジョン・ウェップが所有していたもので1727年、一般的には1736年と言われている。2 ウィリアム・ケントにより、ケントとバーリントンによるサム・デザインズ・オブ・ミスター・イニゴ・ジョーンズ・ウィズ・サム・アディショナル・デザインズとして出版された。パラディオ様式建築、あるいはネオ・パラディオ様式建築における、ウェップの重要な役割は20世紀まで理解されなかった。バーリントンが所有していた、パラディオの図面には、ウィトルウィウス以降の古代ローマ建築物復興のための、 ものが数多く含まれており、彼はそれらを出版する予定であった。一方1723年、バーリントンは図面の中の宮殿の外観を旧ーバーリントン通りにあるジョージ・ウェイド将軍のロンドン宅に採用し、それは1725年発行のコーレン・キャンベルのウィトル・ウィウス・ブリタニクスに描かれた。バーリントンの最初のプロジェクトは彼自身のロンドンの邸宅である。 バーリントンハウスであった。彼は1719年に欧州旅行から帰ってくると、バロック様式の建築家、ジェームズ・ギブズを辞めさせ、スコットランドの建築家、コーレン・ギャンベルと歴史画家から転身したインテリアデザイナーのウィリアム・ケントを雇用した。ピカデリーの目立つ場所にあるバーリントンハウスの中庭のある正面外観は、ネオパラディオ主義が、 初めて達成されたことを世間に発表するものであった。バーリントン白千1720年代、バーリントンとキャンベルは別れ、バーリントンは、ネオパラディオ主義、第二世代の主要な建築家として開花していた、若いヘンリ・フリッツ・クロフト2番手のパラディオ主義、建築家、ダニエル・ギャレット及びその他の立案者によるプロジェクト、バーリントン・ハリーを支援した。 1730年代の早い時期には、パラディオ様式は、イギリスのカントリーハウスあるいは、公共の建物において、一般的に受け入れられていた。バーリントンの残りの人生は、ホレス・ウォルポールのことによると、芸術のアポロンであり、ウィリアム・ケントにとっては、適切な主催であった。1739年、バーリントンは、ロンドン初の孤児院であるステゴ養育院と呼ばれる。 新しい慈善団体の設立に関与していた。彼は慈善団体の代表だったが、1742年にブルームスベリーに完成した子供たちのための大きな建物の建設計画には正式には参加しなかった。慈善事業として建設を引き受けたのはドイツ人建築家セオドーレやコブセンであった。バーリントンのプロジェクトの多くは改築や増築、あるいは火災。 あるいは都市部の拡大に伴う取り壊しなどによる問題を抱えている。多くの場合彼のアイデアは突出したものであった。例えば、マシュー・ブレッティンガムは、その著作、The Plans and Elevations, オブザレート・アール・オブ・レスター、S ・ハウス・アット・ホルカムの中で、ホーカム・ホールは、基本的なアイデアは、最初ウィリアム・ケント氏のサポートを受けて、バーリントン伯爵とレスター伯爵が出した。 と思い起こし、特に中老と北の化粧室の天井の製作者として、バーリントンの名前が記されている。1751年、バーリントンは、ポツダムのフランチェスコ・アルガロッティに、ウィトル・ウィウスの本と一緒に、彼の図面の一部を送っている。バーリントンの義理の息子デ・ボンシャー公爵が紹介した、彼の建築図面は、チャッツワースハウスに保存されている。 ドロシー・サビル・バーリントンは1720年3月21日に第2代ハリファックス公爵、ウィリアム・サビルと2番目の妻、メアリー・フィンチとの娘であるドロシー・サビルと結婚した。メアリーは第2代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチとエセックス・リッチ夫人の娘で、エセックスは第3代オリック伯爵ロバート・リッチとアンチークの娘である。ドロシーとの間には、ドロシー、 ジュリアンナ、シャーロットの三人の娘を設けた。ジャンバティスト・バンローは1739年に、ドロシーとボイル、娘のドロシー、シャーロットの家族の肖像画を描いており、それは現在ディズモア城のデボンシャーコレクションに所蔵されている。1741年、娘のドロシーは、ユーストン伯爵、ジョージ・フィッツロイと結婚したが、彼は残忍な性格で、 幸せな結婚生活ではなかった。ドロシーは翌年の18歳の誕生日の直前に天然痘で亡くなった。亡くなった後、母のドロシーは彼女は過激な悲惨さから解放されたと語った。シャーロットは1748年3月28日にハーティントン公爵ウィリアム・キャベンディッシュと結婚した。シャーロットは四人の子供を儲け、百五十四年に十三歳で、 亡くなった。シャーロットの子供たちは、チャッツワースハウスにあった、ドロシーの芸術作品や書簡等を紹介した。ボイルは1753年12月3日に、ドロシーは1758年9月21日に、同じチジックハウスで亡くなった。ボイルが亡くなると男子がいなかったため、彼が保有していた爵位のうちレーンズボローの、 クリフォード男爵いとバーリントン伯爵位は断絶となった。コーク伯爵いとダンガーバーン死爵位は彼の三重形態第五代オーラリー伯爵、ジョン・ボイルに承継された。クリフォード男爵位は女系での承継が可能であったため娘シャーロットに承継された。バーリントン伯爵、コーク伯爵オーラリー伯爵ダンガーバーン死者系フーズ、クリフォード男爵系フーズ、 ありがとうございます。